フォーミュラー E は F1 の脅威とはならない。 F1 のチェイス・キャリー CEO はフォーミュラー E が F1 に脅威を与える存在になることはないと主張しています。6年目を迎えたフォーミュラー E は5大陸14大会で行われ、メルセデスとポルシェがワークス参戦を開始して BMW、ザウディ、ジャガー、日産、DS、ニオ、ペンスキー、マヒンドラと大手自動車メーカーが参戦。シーズン7からは F1 と同格の FIA 世界選手権に格上げされることが決まっています。しかしチェイス・キャリーはフォーミュラー E の勢いが F1 に脅威を与えることはないと語ります。 F1 はフォーミュラー E と比較して完全に異なるレベルで運営されていると言っています。フォーミュラー E は現在の F1 とは非常に異なる車両だ。それは主に社会的な問題であり、皆さんもご存知の通りストリートパーティーだ。 F1 はテクノロジーとスポーツを組み合わせたユニークなスポーツであり、あなたの感覚に衝撃を与えるスポーツだ。信じられないほどの才能を持ち、信じられないほどのリスクを負う、信じられないようなドライバーを抱えるスポーツであり、本当に素晴らしいスポーツだ。単なる2時間のイベントではない。我々は3日間ここにおり、様々なことが行われている。 F1 には本当にユニークなものにしている深みと豊かさがあり、我々にとっては他の全てに対して我々をユニークにしているものを強調することが重要だと思っている。ちょっともう日本語よくわかんないんですけど、もう長々ともうわけわからない翻訳、不自然すぎて、不自然すぎて、その不自然さを読み切る大変さ、はい、ザウディって何ですか。ザウディって全然入ってこないですよね、中身もね、はい、日本語おかしいから。 ザウディ5次ゲートの記事ですかこれは。間違いなくそうですね。まあ要約するとですね、はい、F1 界の非行事は何を言ってるかというと、はい、F1 には人と技術っていう、まあ深みと豊かさがあるんで、はい、これが F1 を特別なものをたらしめていると、はいはい、で、それをアピールすることで F1 はフォーミュラーEとは別格のシリーズ、次元のエンターテインメントだとアピールできると、はい、うん、いうふうに言ってるわけですよね。これどこで言ったんですかね。知りません。あ、でも CNN かなんかアメリカのテレビで言ったみたいですけどね。でもわざわざそれを言うっていうこと自体がちょっと、まあアメリカはアメリカはやっぱりそのね、環境問題とかそういうのにやっぱりシビアじゃないですか。はい、特にあの二酸化炭素排出量に関してはシビアだから。はい、フォーミュラー E どうですかってやっぱ言われちゃうんじゃないですか。そういう CNN みたいな、はい、そういうちょっとお高く止まったようなところだと、うん、ニュース番組とかで聞かれちゃう。なるほど、まあ、だからそれに対してこう用意していった回答なんでしょうけど、用意しすぎたがために回りくどい言い方になっちゃったし、回りくどい英語を自動翻訳機にかけちゃったんで、また余計も日本語としてわけわからないっていう結果から、もう何の記事なのかよくわかんないっていう。みんなよく読んでますよ。ゲートの記事、日本語全然わけわかんないと思うんですけど、ちょっとひどいですね、日本語のレベルとして。まあ、 あの読む時もなんかこうさらっと上っ面だけ、まあ、見出しだけ見て、あとはなんかふわっと読むって感じかな。うん、だから読んでる人がもう読んだ時点でもう間違って10人トイレで読んじゃってるから、そこからまたさらに間違った情報が拡散してっちゃうっていう、はいはいはい、まあ、ゲート的にはもうクリックした時点で終わってますからね。見出し見てクリックされた時点で、あとどうでもいいですからね。広告収入的にはもうクリックされた時点ですから。まあ、環境問題もね、いろいろと、まあ、自動車メーカーにとっては考えていかなきゃいけないし、これからヨーロッパのメーカーはもう基本的にエンジン作りませんっていう、あと10年したらもう作りませんっていう風になってくるんで、そういう意味でも F1 っていうよりはフォーミュラー E に参戦するっていう方が彼らのマーケティング的な活動としては理由付けをしやすいから、うん、フォーミュラー E にシフトしていくんじゃないですかって言われてますけど、うん、で実際まあ今年からシーズン6からメルセデスと BM が入ってきて、はい、まあ、ちょっと見た目上はすごいメーカーがいろんなメーカーが参戦してるふうに、はい、じゃあメルセデスとポルシェか、はい、が参戦していろんなメーカーが参戦してるように見えますけど、じゃあ彼らがどこまで本気でやってるかっていうと、それ見えづらいですよね、うん、まあワークスのが参戦みたいな体にはしてるけど、うん、実際はまあ、パワーユニットは独自で作っているとはいえ、うんうん、車の見た目がみんな同じですからね、うん、
でそのパワーユニットに関してもいろんな他のチームに供給したりもしてるわけですよね、うん、だからあまりその差がつきにくいような仕組みにはなってるんですよね、うん、でまああのねフォーミュラ E は電気ですって電気自動車ですって言っても、はい、結局その電気をどうやって作ってるかっていうと現地で巨大な発電機を置いてガソリンもして発電してるわけで、はい、基本的にはガソリン使ってますよねっていう、はい、そういうガソリンで走ってるのと一緒ですよねっていう巨大な発電機が煙をもうもうと黒煙を上げてますからあのアグレッコかなんかのやつですよねあの F1 でも使ってる巨大なやつあるんですけどそうすると風力とか水力とかもダムのそばでやるしかないですよねそうですね、うん、だから毎回ダムの横でやるっていう風にすればね、まあ、関係ない子ですよ、うん、ああ黒部イープリみたいな多分いいと思うんですけどねナイアガライープリとかそうですよ街中でやるとどうしても発電機が必要になっちゃうんでそう、うん、別に街中でやる必要ないですもんね、うん、だったら、うん、普通にナイアガラの下通ればいいんじゃないかなかっこいいあるザルの中をねシャッパーっつってナイアガライープリーとかコースはみ出るとブラジルもイグアスのイープリーみたいなそういう良くないですか絶対、ね、ちょっと次の次元になんかエコな感じがすごいですよね、うん、それからあの世界中 の, あの何自家発電とこつないであそうですねみんなで各家庭でファンブストどうやって電気送るんですかそれ各で自転車こいで、まあ、もうファン呼ぶしかないですよね、うん、自転車くるくる回すしかないですよね。あ、だからあので先に充電完了した人がスタートできるっていう予選そこでそれですだから。なんかそれぐらいやらないとエコ感が伝わってこない。うんうん、ちょっとなんちゃってエコですよねあれはね。うん、でしかもその今フォーミュラ E のレースとしては課題が2個あって、はい、1つはやっぱ車の性能があまり低すぎるっていうこと。まあ車自体がバッテリー積まなきゃいけないから重たくて、の割にはやっぱダウンフォースとかつけられないし、うん、市街地で走ること前提だからタイヤももう全然ちびない、うん、あのミシュランの硬いタイヤで、はいはい、ほぼ市販車みたいな車、ね、タイヤで、まあ車体性能としては非常に遅い、はい、F3 以下っていうぐらいの遅さなんで、それが一つ魅力に欠ける、レースとしては魅力に欠けるっていうことと、あとまああのエンターテイメントとしてもちょっとまだまだっていう感じがしますよね、はい、F1 みたいに華やかにこう盛り上げるっていう感じでもないし、まあ、1日で終わっちゃいますからね、はい、そこにちょっと豪華な、ね、じゃあ準備で3日、本番1日ってわけでもいかないし。にしてもなんかいろんな演出がちょっと世界的なその自動車メーカーが参戦してって言ってる割にはなんかちょっとチープな感じがしたりとか、うん、なんかスタートの演出にしたってなんかシーンとしてて、いきなりライトパッてやってヒューって走って、なんかいやそこ音なんかやってダン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 ビューみたいにやればいいんじゃないと思ったり、なんで音なんもないのと思って、別にだから僕あの車が走ってるエンジン音がしないとかそれは全然問題ないと思ってて、うんうん、むしろモーターの音でヒュンヒュン言ってた方がなんかかっこいいと思うんですけど、うん、そこはあの問題じゃないと思ってるんですけど、とにかく車が遅いっていうのと、そのエンターテイメント的な盛り上げがちょっと弱いかな、あとまあドライバーのメンツですよね、うん、まあ、やっぱり第一線のドライバー、超一流のドライバーはまあ F1 乗ってますからね、まあ、F1 に乗れなかった人とか F1 引退した人がやっぱ乗るのが今フォーミュラ E になってるんで、うん、そこは多分車のレベルが上がってくるとフォーミュラ E にっていう、 F1 じゃなくてフォーミュラ E っていう道もできてくるのかもしれないけど、多分そこ行くまではだいぶ時間かかりますよね。そうですね、ちょっともうしばらくかかるかなって感じですね、うん、はい、まあ、だからなんか例えばメルセデスにしても両方参戦していて、まあ、F1 が今のところメイン、技術的にはメインで、フォーミュラ E はあくまでこうおまけ的な感じで、でも今参戦しとかないとっていうのがあるから参戦してるだけ、うん、だからレースとかエンターテインメントっていう枠で言うとフォーミュラ E はまだまだ F1 のレベルには全然達してないし、うん、フォーミュラ E が F1 を超えるっていうレベルじゃないです。それこそ YouTube のチャンネル動画再生数見てみてください、うん、フォーミュラ E の動画何再生ぐらいされてるかっていうのを見ると、ちょっとあのまだまだだなっていうのは分かると思いますね。そうですね、まあまあとはいえね、ヨーロッパのメーカーがこれだけ、うんうん、まあまあ参戦してる中で、はいはい、ちょっとオラが国はちょっと寂しいですね。そうですね、うん、まあホンダも一回ね、あの参戦するっていう話あったんです実は。ほう、あのこんだけいろんなメーカーが出てくる前に、うん、フォーミュラ E 側からホンダが出てくれるんだったら枠上げるよっていう話はあったらしいんですけど、バッサリ断ってます。なるほど。もったいないですね。
だから 660cc のなんか世界基準のフォーミュラをホンダが作ればいいんじゃない、はい、ホンダの独壇場ってことですか。そう、独壇場。でももうエンジンじゃないですからね、誰も参戦してこないですよ、ね、結局フォーミュラホンダになっちゃいますねフォーミュラ E ライフを、やって盛り上げるっていう手もあると思いますよ。すごくいい、エンターテインメント集団がいますから。なるほど、頼むと日本ではフォーミュラ E が盛り上がるんじゃないかなと思いますけどね。なるほど、ね、フォーミュラ E の方ご覧になってたら、はい、案件としとしお待ちしてますよ。ああ、そうなんですね。はい、じゃあお待ちしておりますフォーミュラ E 最高って急に言い始めるやっぱフォーミュラ E だよなって、これからはフォーミュラ E だよなって言い始めたら案件もらったなって、あ、こいつら案件もらったなと思ってください。はい、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。